ジョニー・ジョンソンが今日アメリカ全土のラジオ局でこれを放送した。スパークス、みんなにつないでくれ。なら仕方がない。姉さんざっかり、こちらジョニー・ジョンソンだ。実は金曜の朝にジョンソン飛行場に君を招待しようと思うのだが、あまたのパイロットから本当のトップを決める一流のエアレースにね。さらに中央へのコネを使ってハリウッド国から免罪符を手に入れた。君がレースに出場すれば、現在課されている罪状は全て帳消しにする。さらに参加者は全員新品のフューリーレキスを。つまりレースは純粋な技と技のぶつかり合いということだ。このレースにはみんなが参加する。スティール、クロフォード、レッドマン、カーン、ブラックスワン。もちろん私も参加する。君がいないと盛り上がらないが、臆病風吹かせて逃げるならそれもいいだろう。ネイサン・ザッカリ、こちらジョニーです。レースは単純なものだ。障害物を次々に通過しなければならない。4000ドルの賞金もかかっているが、こいつは手に入るかどうか疑わしい。ボス、やめた方がいい。俺もそう思う。だからみんなにはレース会場のすぐ外で待機していてもらいたいんだ。俺が呼んだら逃げるのを手助けしてくれ。チャーリー・スティールのことですよ、ボス。二人のことが心配だ。ジャック、そいつは昔の話だ。もう彼女に気を取られることはない。それでも行かない方が。ボスを助けるなんて、この際優勝してくださいよ、ボス。それが一番だな。参加者の皆さん、レース開始です。5、4、3、2、1、スタート。さあ、ジョンソンカップの始まりです。全ての障害を最初に突破した飛行機が優勝です。私こそ世界一のパイロットだ。負けるわけない。パーティーの始まりよ。くたばるがいいわ。選手たちが第一障害を通過しました。まだ勝負はわからない。大きくなるな、ザッカリ。俺が地面に叩きつけてやる。あわや空中衝突です。クロフォードとブラックスワンが機体を擦り合わせるようにして通過。それでも飛んでいるつもり。カーン様に膝をつけ、恥さらしめ。ザッカリーが真っ先に障害を通過しました。ジョニー・ジョンソン、素晴らしいテクニック。彼こそ一番勝利に近い男だ。大したことないわね、ザッカリー。最高のパイロットが誰か教えてあげる。二度と忘れられないわよ。ザッカリー、トップで次の障害に進みます。ジョニー・ジョンソン、素晴らしいテクニック。彼こそ一番勝利に近い男だ。ザッカリーが次の障害に進みます。おっと、マーシャルビル・レッドマンが放されました。これは痛い。調子に乗るな、ネイザン。リワンパイロットは誰なのか目に焼き。ネイサン・ザッカリーが障害をクリアしました。他の選手はそれを追います。チャーリー・スティールが一段をごぼう抜きです。ネイサン・ザッカリーが次の障害に進みます。インに入ろうとします。ザッカリーが最後の障害をトップでクリア。ネイサン・ザッカリーがジョンソンカップを手にしました。なんという番狂わせ。お前の勝ちかもしれないや。喜んではいられないぞ。参加者全員に行く。ネイサン・ザッカリーを撃墜した者に賞金1万ドルを与えよう。ザッカリー、お前を撃ち殺しをどんなに待ち込まれたか。はい、死の果てまで追いかけてくるわよ。私たちが守ってあげるわ、ザッカリー。逃げられたわ。のっぴきならない羽目になったな。
全く別の飛行機がそっちへ向かっています。ジョンソン航空の戦闘機が数機、ジョニーの差し金のようね。エースを全員撃墜したのね。素晴らしいわ。あとはジョンソンたちの戦闘機を始末するだけね。確かにお前は助かったが、パンドラはどうかな。お前がここにいる間に、私の飛行船と偵察機がパンドラに向かったのだ。彼らはパンドラを見つけたそうだ。間もなくお前の機は潰れた飛行船の残骸と化すだろう。ヤツの言う通りです。船長、こっちの偵察機が下限の方角で武装飛行船を見つけました。ジョンソン航空です。15分で遭遇。分かった、スパークス。ジョンソンのヤツを落としたらすぐそっちに戻る。援護しに来たぜ。戦闘開始。右よ、3時上空に敵機。おお、狙ってやる。依然ついています。左だ、富士の方向に敵機。ごめん、脱出しなくちゃ。戻りましょう。助けなくちゃ。